ということで、今新千歳空港に着きました。これから、札幌駅の方に向かいたいと思います。ちょっと久々に来たんでどうやって行くんだっけなと思って、ひとまずねバスが出てると思うんでバスで行こうかなと思っております。ステージの時間がですね15時20分なんで割とすぐです。ちょっと急がないと、悪天候で若干フライトが遅れちゃったのでちょっと急いで行きたいと思います。バスで行こうと思ったんですが電車の方が早いということで電車で向かいたいと思います。佐久選手、はい、ということで札幌、ね、レインボーフライド、すごいうまい棒、うまい棒のクイーンさん斬新すぎ。あ、どうぞ。せーの、マッスルシンガー。ちょっとリハーサルをさせていただきます。はい、ということでもう間もなく本番です。あと5分ぐらいでステージに行くんですけども、久々の本当に一人のステージなんでちょっと緊張感もあるんですけど、札幌の皆さんにパワーを送れるように精一杯応えたいと思っております。それでは行ってまいります。次に登場するのは旅するマッスルシンガーの名前でも有名です、天童清隆さんです。私たちの青春、まさか弾けるとは。そうです、今年も歌唱していただいております。はい、はい、あのリリース曲ザ・オーリーマンはなんと40万枚の大ヒットです。全国有線放送大賞新人賞も受賞をされています。それでは皆さんたっぷりとお楽しみいただきましょう。天童清隆さんです。お願いいたします。Oh
か。いろんなレインボープライドで歌ってきましたけれども、札幌の皆さん一番盛り上がってるのは最高です。今はこうやってね、皆さんに会いに来て直接歌を届けられるってことが自分の一番の喜びになってます。そんな今日こうして皆さんと一緒に出会えたこと、それはそれぞれの皆さんの人生の交差点でこう出会ったっていう、そんな風に思って作った人生の交差点という新曲を聴いてください。よかったら皆さんサビ覚えて歌いません。
ありがとうございます。いやなんかね、人生の交差点って言いながら交差点が見えるところで歌えるっていうのもまたね、なんかとってもいいななんて思ったんですけれども、この新づいての曲は実はあの今日ね、手話通訳士さんがいるんですけれども、あの私も手話をちょっと勉強していて、次の曲は手話をちょっとつけながら歌いたいと思うんですけれども、あの手話がねすごいできる方の横でやるのがちょっとプレッシャーなんですけれども、始まりはありがとう、聞いてください。このままじゃダメだって、そんな自分を変えたいんだって、踏み出した一歩気にしないよ、そう言ってくれる人もいるんだって。抱えてた重り少し軽くなった、笑顔になれる時間が増えた、やっと素直な気持ち言えた。僕に笑ってくれてありがとう、そばにいてくれてありがとう。なんだか始まりやがたかい、でもちょっとだけ薄くたい、だから誰かにも分けたい、いつも始まりはありがとう。さよなら逃げてもいいの、出口はどこかにあるよ、あなたがあなたのままで笑顔になれる場所があるよ、空いた手を貸すよ、余裕のない時は難しいけど、俺になんかはいいよ、だって僕もいつか今のあなただったから。人はみんな心に柔らかい場所があるから、時に傷ついたり傷つけたりしてしまうけど、きっと痛みと引き換えに僕ら優しさを知ってくから、手と手を取り合っていこう。僕を頼ってくれてありがとう、伝えてくれてありがとう、僕にも誰かのためにちゃんとやることがあるんだ、あなたを思うそれだけで愛が溢れてくるんだ、心と心が触れ合う、いつも始まりはありがとう。くれてありがとう、そばにいてくれてありがとう、なんだかじんわりあたたかい、でもちょっとだけくすぐったい、だから誰かにも分けたい、いつも始まりはありがとう。夢は続いていくんだ、また思うそれだけで愛が溢れてくるんだ。
皆さんがじっくり私の歌を聴いてくれて、なんか本当にこうやって歌ってきてよかったなっていう気持ちになっております。皆さん本当にありがとうございます。最後の曲になるんですけれども、私自身も実は、まあ、自分が男性を好きになってしまうっていうことをずっと隠して生きてきて、この音楽の世界に入ってからもずっと言えずに悩んでいた時期があって、でも今はこうして皆さんの前で胸を張って、自分はこういう人間なんだ、こういうことが好きなんだ、そういう気持ちをちゃんと歌にして届けることができてます。まだまだ世の中にはそんな風に自分に素直に自分のことを言えない人たちもたくさんいらっしゃると思います。私は、まあ、自分の今までの経験を通じて、そんな皆さんに元気が出るような、背中を押せるような音楽をこれからも歌っていきたいと思ってます。最後に歌う曲は、そんな私の気持ちを込めた虹の向こうへという曲です。聴いてください。
とうございました。もう皆さんね、天童清隆さんから素晴らしい歌のパワーをいただいた方が多いじゃないですか。もうなんか聞いてて涙出そうで、ね、もうちょっともう喋っちゃダメなんだけど、来ましたね。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ生でとお疲れ様お疲れ生でとうまカニをいただきます。うまっする。北海道でカニが食べれるなんて、なんて幸せなんでしょう。カニカニ、おいしそうです。湯気でカメラ曇っております。おいしそう、カニ、ありがたいもの、本当に幸せ。カニいただきます。言葉にならない。ラララララララ言葉にできない。この贅沢空間。すごいね。幸せです。ありがとうございます。こっちも幸せです。良かったです。こんな食卓ない。うわー、なんて贅沢な、贅沢です。いただきます。ずるいよね、思ってないこと。ほんとずるいよね。もういつも思ってないこと言いますよね、本当に。そうだよね。笑っちゃうね。なんで笑っちゃう。美味しすぎた。美味しすぎて、うん、これ入れるよね、これね。おだしが本当に美味しくて、ポン酢とか全然いらないような、もうこのおだしだけで本当にもう全くいらないポン酢、うん、優しい味で。Just to love us. Eat up on the dash, drop another batch, running.
ちらがウニクラ丼です。あー美味しそう。それではウニクラ丼いただきます。なんとこれで1500円だろうが、すごいよ。いただきまする。ウニマッスルとイクラマッスルが口の中で絶妙なハーモニーを奏でております。うますぎる、うますぎます。しかもウニもイクラもね、結構タンパク質が多いんですよ。なんでまさにマッスル飯です。やばい、幸せ。最高にマッスル来ました。マグロサーモンホタテ丼です。モリモリに盛れてます。盛られてます。見てください、モリモリです。これはやばいですよ。いただきます。うわやば、どうしよう、ホタテから行こうかな。ホタテから。そうですね、笑っちゃう、笑っちゃう。あとサーモンです。北海道住もうかな、住もうかな、北海道。やばいですよ、これ。マグロもいただきました。うまい。うますぎて震える。生きててよかった。これはもう済みます。ということで完食いたしました。幸せすぎて北海道を出たくないです。もう毎月通いたくなるぐらいのそんな美味しさでした。もうね、ネタがね、やっぱ全然違いますね。もうマグロのサーモンも他で食べるものと、もうなんか柔らかさとか食感とか鮮度とか、もうなんか全てにおいて違いました。お疲れ様でした。今ですね、市八鮮魚店に並んでるんですけど、11時過ぎに来てもすでにいっぱいということで、かなり人気のお店みたいです。もりもりの海鮮丼がすごいみたいなんで、北海道最後の食事はここで締めたいと思います。はい、ということでこちらが市八鮮魚店の名物市八の10種海鮮丼になります。もりもりです。それではいただきます。これ一回ちょっと横に置けないとご飯までたどり着かない。やばいっす。もう醤油がね、ちょっと甘い感じで、この赤身に合いますね。白身もね、甘いんですけど、醤油好きなんでそのままいっちゃいます。うまっすぐです。めっちゃ海鮮がたくさん乗ってます。こちらで
5690円になっております。市場から直送ということで、それで値段がねだいぶ抑えられているということです。北海道最後のご飯はこれで大正解でした。次はサーモンいただきます。最後の海鮮丼、ごちそうさまでした。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも皆さんが元気になれるような動画を作っていきますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。旅するマッスルシンガー天童清隆でした。